エダフォサウルスボアネルゲスの前身骨格標本。エダフォサウルスボアネルゲスエダフォサウルスクルキゲル。エダフォサウルスは、約3億約2億8000万年前のユーラメリカ大陸に生息していた、原始的、単ユミ類の一種。ユーラメリカ大陸とは、当時の北半球にあった陸海で、競技のローレンシア大陸と、東、ヨーロッパ等にあたる、バルティカ大陸からなる。全長3メートル余りで、 背中に補助の大きな突起物を持つ。万竜目新万竜亜目のエダフォサウルス化に分類される。史上初の植物植生有用膜類であるとされている。俗名は古代ギリシア語、デルタアルファファイ、そこ、基礎、地面、土壌とシグマアルファロー、トカゲとの合成語。おそらく、デルタアルファファイの語はこの生物が見出された、類相を指しての引用であろう。 多くの場合この属名は、歩道のトカゲの意であると解説されている。また、大地のトカゲとの訳も見られる。英語音は、エダフォソーラスに近い。中国語では、気流と呼ぶ。エダフォサウルスの頭骨図本種が属するエダフォサウルス科は、ディアデクティス科などに次いで、最も早期に登場した、植物植生陸生脊椎動物を含むと、考えられる。特に、本種。 エダフォサウルス族は、史上初の植物植生有用膜類であるとされ、注目に値する。また、新番流アモクの中でも、最も植物食に適化した動物であったと、考えられている。エダフォサウルス族は、石炭期を生きたその最初期のものは、特に大きくはなかったようである。しかし、フェルム期の初期から発見される二つの種、エダフォサウルスポモニアスとエダフォサウルスクルキゲルでは、 非常に大きな動物へと進化し、全長約3.2メートルにも達している。一しく小さく短い頭部に、大きく前後に、スライド可能な顎関節、多数の葉を備えた、郊外部、といった特徴を有する。稼い歩いほどではないものの樽のようにでっぷりとした胴体をしており、その背には、古上の非常に大きな突起物を備えている。尾は長く大きく、力強い。 万流目の進化史の中でも、ごく初期段階の種であるにもかかわらず、極めて洗練された植物食への適応を示す。ただし、ディアデクティスのような二次郊外を備えてはいなかった。保は、脊椎のトゲ突起が伸長したものと思われる。その主たる機能として推定されるのは、繁殖用のディスプレイ、及び体温調節のための熱交換器である。しかし、 2011年の研究では、保部分の微細な骨組織を調査した結果、保に血管が通っていた痕跡が見られないことが明らかになっており、体温調節機能については疑問視されている。肉食性のディメトロドンも同様の保を備えているが、常日の機能に関する限り、植物食性であるエダフォサウルスとの間に違いがあったようには思われない。しかし、他の機能面では、 大きな相違点があったと考えられる。それは、方を支えるトゲ突起から伸びる横突起が多数存在することで明らかとなる。この横突起は、人の指ほどの長さ、太さであり、前方のものほどよく発達している。また、個体ごとの配列はまちまちであり、規則性らしきものはない。すなわち、個体ごとの個性を生んでいるということである。これらの特徴に基づいて、 横突起の並びは前方から見られることを想定しているとの推測が可能であり、本種はこの部位をもって互いを識別していたのではないかと考えられる。ちなみに、同じエダホサウルス科に属し、より原始的な形質を示すヤンタサウルスにも、ほとそれに付随する横突起は存在した。この時期、 ディメトロドンなどのスフェナコドン科の一部の属も法を持っていたが、同じ万竜目とはいえ系統的には、両者は決して近くはない。これらの保は、各々が独自で獲得したもの、いわゆる修練進化の結果としての掃除であると思われる。また、プラティヒストリクスなど、同時代の両生類にも背中に保を持つ者がいた。表記内容は、左から順に、学名、カナテンシャ、突起事項。 略語の意味は、ライコールラテン語による、別音、en イコール英語に見られる発音。シノニムシノニムについて表す。海分類現在、エダフォサウルス族には、確定的な語種と未分類の一種があり、アダファソリスポゴニアスを、模式種とする。ありがとうございます。